こんにちは。ご視聴ありがとうございます。今回は連続テレビ小説カーネーションの第1話から第6話までのあらすじです。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。連続テレビ小説カーネーションの第1話のあらすじは以下の通りです。第1週憧れ花言葉の花ひまわり。第1話は岸和田だんじり祭りを背景に主人公小原いとこの元気いっぱいの姿が書かれています。大正13年9月だんじりの日を迎えた11歳のいとこは父善作を送り出す姿からしてこの日を心から楽しみにしている様子が伝わってきます。祭りの活気や熱気は見ているこちらまで胸を高鳴らせるものがあります。このエピソードの魅力はいとこがだんじりに熱中するその無邪気さです。彼女の目線を通してだんじりの壮大さや町の雰囲気が鮮やかに映し出され、まるで岸和田の町中に自分もいるかのような感覚に陥ります。大蔵が大工方として舞う姿にいとこが見とれるシーンでは彼女の憧れや興奮がまっすぐに伝わってくるのです。大蔵の弟勘助が大蔵の意を借りて威張る様子も微笑ましく、いとことのやりとりから彼女の活発さと強さが際立ちます。だんじりのにぎやかな祭りが終わり日常が戻ってくると物語のテンポが変わります。前作が呉服屋に戻り祖母春がご馳走を作らなくなるなど生活のリズムが静かに元に戻ることで祭りの後の寂しさがひしひしと感じられます。しかしいとこの頭の中はまだだんじりのことでいっぱいで彼女がこれからどのように成長していくのかが気になってなりません。カーネーションはただの家族の物語ではなく激動の時代を背景にしたいとこの成長物語です。第1話ではその始まりとしていとこの純粋でまっすぐな性格が丁寧に書かれだんじり祭りの華やかさが一層際立っています。岸和田の祭り文化を舞台にしたこのドラマは歴史的背景と人々の営みを同時に楽しむことができるため歴史ドラマ好きにはたまらない作品です。いとこのこれからの成長と彼女が織りなす物語の展開に期待が膨らみます。連続テレビ小説カーネーションの第2話のあらすじは以下の通りです。第1週憧れ花言葉の花ひまわり。第2話はいとこのまっすぐな性格とその成長の兆しが鮮明に書かれたエピソードです。小学校の綴り方の授業でいとこは自分の名前の由来について発表します。一生糸で食べていけるようにという由来を聞いた時彼女はその深い意味をまだ理解できず、むしろ大工方としてだんじりの上に立ちたいという夢を真剣に語り出します。その熱意に担任の先生がふざけるなと叱るのですが、いとこはふざけていないのです。彼女のその純粋で力強い姿勢に胸を打たれます。このエピソードでは同級生の吉田夏との対比が印象的です。夏は家業の料理屋を継ぐため女将になるという明確な将来像を持っています。夏が日焼けを気にするなど女性としての美意識や将来に対する準備をすでに意識しているのに対し、いとこは男子生徒を追いかけ回し遊びに夢中です。この対比がいとこの弱さや純粋な強さを際立たせ彼女の成長を予感させます。またいとこの父善作もこの物語の重要な人物です。呉服屋を営むものの商売が下手で集金すらうまくできない前作はついにいとこに集金を任せるという苦肉の策を取ります。ここでのいとこの集金に行って手ぶらで帰ったことはないというセリフが彼女の負けん気の強さを象徴しています。そしていとこが集金に向かった先が夏の家の料理屋だったことも巧妙な展開です。支払いを明日と言っていとこを追い返す夏に対しいとこは子供の使いじゃないと言い返しますが、ここでも夏との対照が光ります。最後に手ぶらで帰りたくないいとこが一計を案じるという展開は彼女の機転と意志の強さを見事に示しています。この第2話を通していとこがただの無邪気な子供ではなく
何事にも真剣に取り組む姿勢や負けん気の強さ、そして周りの大人に負けない心の強さを持つキャラクターとして浮かび上がってきます。いとこがこれからどう成長していくのか、彼女が直面する困難をどのように乗り越えていくのか、次の展開が楽しみでなりません。連続テレビ小説カーネーションの第3話のあらすじは以下の通りです。第1週憧れ花言葉の花ひまわり。第3話はいとこの未来に向けた心の動きが書かれ、彼女の夢が一層色濃く浮かび上がる回でした。吉田屋で集金を成功させたいとこの機転は見事でした。ごめし抜きになるという芝居を打ち、客の同情を引き出して無事に集金を完了させる姿は、ただの子供ではなく、物事に対するしなやかな考えと行動力を持ついとこの才能を示しています。父前作はいとこの頑張りを喜ぶものの、彼女が男の子だったら商売を仕込み、岸和田岸和田一の呉服店にしてやったのにと嘆く姿に、当時の時代背景が浮き彫りになります。しかしいとこは女でも同じことができるはずだと父の言葉に納得できず、心の中に強い反発を覚えます。この葛藤は彼女が将来自らの手で何かを成し遂げたいという強い意志を持ち始めた瞬間でもあります。そして大正14年の正月、いとこが母千代と妹たちと共に神戸の千代の実家に向かう場面が書かれます。母が前作に代わって呉服店の資金繰りのために借金を頼む一方、いとこは家の中に飾られた舶来の陶磁器の美しさに目を奪われます。これまでいとこにとって美しさとは、だんじり祭りの大工方としての勇ましさや日常生活の一部でしかありませんでした。しかしここでいとこが出会うのは全く異なる美しさです。いとこの優に誘われて近所の洋館に足を踏み入れ、外国人たちの舞踏会を覗き見したいとこは、婦人たちが的を美しいドレスに心を奪われます。この瞬間いとこの中で新しい世界が広がります。それはただの衣装としてのドレスではなく、彼女の心に強く響く美しさの象徴として、彼女の夢と未来を形作るきっかけとなるのです。この第3話はいとこの未来に対する新たな視点を提供し、彼女がこれからどのような夢を追い、どのようにしてその夢に向かって進んでいくのかという大きなテーマが感じられます。いとこが出会った美しいドレスが彼女の心にどんな影響を与え、今後の物語にどうつながっていくのか期待が高まります。連続テレビ小説カーネーションの第4話のあらすじは以下の通りです。第1週憧れ花言葉の花ひまわり。第4話ではいとこの成長と葛藤が一層深く書かれ、彼女が抱く夢と時代背景のギャップが鮮明に浮かび上がります。舞踏会で初めて見た美しいドレスが彼女の心を強く揺さぶり、その美しさを忘れられないいとこが夢のような世界に憧れる姿が印象的です。いとこにとってドレスという存在はまさに未知の世界への扉を開くものであり、彼女がどのようにその夢を追いかけるのか期待が膨らみます。舞台は大正時代、まだ日本が西洋文化に徐々に触れ始めていた時期、着物が日常の中で主流だったこの時代に、いとこが目にしたドレスは西洋からの影響を強く感じさせます。当時の日本は明治維新後の西洋化の流れがまだ新鮮で、人々の生活に少しずつ影響を与え始めていました。特にファッションの分野では洋装が一部の特権階級の間で人気を博していましたが、庶民にとってはまだ珍しいものでした。いとこがドレスを夢見るのは、彼女がただの呉服屋の娘であることにとどまらず、自分自身の可能性を信じ、時代を超えて新しい世界を追い求める姿そのものです。またこの回ではいとこの強い意志と行動力が書かれます。父前作からの集金の任務を引き受けたいとこは和菓子屋で支払いを強く求め、悪ガキたちが万引きした団子を取り返すために奮闘します。この場面は彼女が自らの手で問題を解決しようとする強さを示していますが、結果として喧嘩に巻き込まれ川に流されるお金を追いかけて溺れかけてしまいます。
ここで助けに来るのが大蔵という存在。いとこは彼に助けられつつも、父に男と張り合うなと厳しく叱られるシーンは、当時の性別役割に対する価値観を強く感じさせます。前作がいとこの頬を殴り、これが男の力だと言い放つ場面は、時代背景を色濃く反映しています。男尊女卑が根深く残る時代において、女性が力を持ち、独立して生きていくことは困難であるという現実が、いとこの成長に大きな影響を与えます。しかし、いとこがこの状況に屈せず、自らの信念を貫こうとする姿は、視聴者の心を揺さぶります。彼女が自分の道を切り開くためにどのように立ち向かっていくのか、今後の展開が楽しみです。第4話は、いとこがただ夢を追う少女から、自分の力で道を切り開こうとする決意を固める重要な回であり、その強さに胸が熱くなります。連続テレビ小説カーネーションの第5話のあらすじは以下の通りです。第1週憧れ花言葉の花ひまわり。第5話では、いとこの内なる葛藤と、それを乗り越えるための希望が書かれます。前作に殴られ、女だからという理由で挫折を感じてしまったいとこが、心の中で大きな壁にぶつかり、元気を失ってしまいます。第4話で父から受けた女は男と張り合うなという厳しい教えが、いとこの心に深い影を落としていることが印象的です。大正時代、日本社会における性別の役割は厳格で、特に女性に対する期待は家を守ることや結婚という限られたものでした。男性が外で仕事をし、女性が家を守るという伝統的な価値観が根強く残る中で、いとこが自分の力で夢を追うことは非常に困難な道のりだったと言えます。この時代背景を理解することで、いとこが抱える葛藤や彼女の強い意志がいかに大きな挑戦であったかが感じられます。第5話では、そんないとこの停滞感が丁寧に書かれます。学校でも家でも元気がなく、だんじり小屋に行っても大蔵に頼んで、屋根の上に乗せてもらっても心が晴れることはありません。このシーンでは、いとこが外の世界との距離感を感じ、自分の存在意義に迷っている様子が表現されています。しかし、そんな彼女のもとに届いた神戸の祖母からの小包が、物語に新たな展開をもたらします。小包に入っていたのは、美しいピンクのドレス。外国人の客からもらったこのドレスは、いとこにとってまさに夢そのもの。いとこがドレムと叫び、胸を躍らせる瞬間は彼女が再び夢を取り戻すきっかけとなる大切なシーンです。しかし、その喜びは一瞬で終わり、ドレスが小さすぎて自分には着られないという現実に直面します。この一連の出来事は、いとこが夢と現実の間で揺れ動く姿を象徴しており、まさに成長の痛みを感じさせます。それでも、いとこはただ落ち込むだけでは終わりません。ドレスが着られなかったことで一時的に失望するものの、その美しいドレスが彼女にとって自分もいつか手に入れることができるかもしれないという新たな希望を与えるのです。この前向きな姿勢こそ、いとこの強さであり、このドラマの魅力でもあります。第5話は、いとこが再び夢を追い始めるための大切な転換点であり、彼女の成長を見守りたくなる展開です。夢を追い続けることの難しさ、そしてそれを乗り越えようとする意志に心を打たれます。連続テレビ小説カーネーションの第6話のあらすじは以下の通りです。第1週憧れ花言葉の花ひまわり。第6話では、いとこいとこの想像力と情熱が爆発し彼女の人生に新たな展開が訪れます。幼い頃から夢見ていた美しいものを自分の手で作り出すことに目覚め、いとこの成長が加速する重要な回です。いとこが近所の下駄屋のおばちゃんからアッパッパという簡単に作れる洋服の存在を教えられ、祖母春からもらった古いさらしを手に、早速裁縫に取り掛かるシーンが印象的です。いとこが夢中で針を進める姿には、彼女の持つ創作に対する情熱がひしひしと伝わってきます。母親が夕食を呼びかけても耳に入らないほど彼女は完全に裁縫の世界に没頭しています。
この姿はただの興味ではなく、何か運命的な使命感すら感じさせます。昭和という時代、特に女性にとって裁縫は重要なスキルであり、いとこのように若い女の子がその道に熱中することは珍しいことではありませんでした。しかしいとこの場合、その裁縫は単なる家事の一環ではなく、夢を叶えるための手段であり、自分自身を表現する方法だったのです。特に昭和2年1927年という時代背景を考えると、女性の役割はまだ伝統的な枠に収められていました。そんな中でいとこが自分の手で作ることに目覚める姿は、時代を超えた革新性と自由への渇望を象徴しています。真夜中にようやく完成したアッパッパを家族に披露すると、父前作前作は将来有望だと大喜び。ここでの前作の反応がまた素晴らしい。厳しくも温かい彼の言葉がいとこの創作意欲に火をつけ、その後ますます裁縫にのめり込んでいきます。うちとこの着物全部縫ってくれという前作の言葉はいとこにとって大きな励みとなり、彼女は次々と洋服を作り、神戸の祖父やいとこにも送るようになります。そして物語は3年の時を飛び、昭和2年いとこは14歳の女学生となります。この時点で幼い頃から大好きだっただんじりに対する夢はもはや彼女にとって過去のものとなり、新たな夢に向かって歩み始めていることが書かれます。この成長の過程はいとこの内なる強さと情熱を感じさせ、ますます彼女の未来が楽しみになります。第6話はいとこのクリエイティブな才能が開花し、彼女が新しい世界への扉を開く瞬間が書かれた回です。この瞬間に立ち会うことで彼女の夢がどう成就していくのかを見守りたくなります。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。